自分の修羅場。大学3年の時に同級生の男性 K と仲良くなって、どちらからともなく付き合った。気恥ずかしいので周囲に交際は内緒にしたまま数年付き合って結婚したんだけど、それを SNS で報告したら、とある友達 S に突っかかられた。私は知らなかったんだけど、 S は1年の時に K に告白されたことがあったらしい。あの人は私のことが好きなんだけど、どういうことかな、騙されてるんじゃないの、などとコメントされて、友達の中でちょっと揉め事になった。 K がそれは過去のことだよと書いても収まらない。仕方ないので直接会って話そうということになり、 S、K、友達数人を入れてファミレスで話し合った。その話し合い自体は友達の仕切りもあり、私の謝罪を求めない代わりに二度とそんなことを吹聴しないでほしいという要求が全面的に通って終わった。一週間くらいして K から真剣な顔で離婚してほしいと言われた。曰く、久々に会った S をやはり自分の好みだと再確認してしまった。家に帰ってから何はともあれ久しぶりに会えてよかった的な連絡が S から来て、数回やり取りをした。そのやり取りが楽しくて、仲のいい友達の延長として付き合ったお前にはない感情だった。もしかしたら当時は何かすれ違いがあっただけで、今ならうまくいくのかもしれない。申し訳ないが離婚してくれないか、とのこと。そう聞いたからには、私もそのままにはできなくて、両家話し合って離婚した。結果、S は、そういうつもりじゃないんだけど、と K を振った。私のところには、K から、あの時は、本当にどうかしていたと、土下座謝罪があったけど、復縁なんてできるわけもなく、向こうの親も、季節の折に贈り物をくださるので無下にもできず。それから数年後、私が再婚したことを機に K とその両親と連絡を絶って今に至る。ようやく最近それをネタにできるようになったけど、離婚直後は泣きくれて暮らすような修羅場だった。